破綻多いわ。綺麗だな。あちらが見えますけど、肉眼では世界一長いベンチのある道の駅トギですね。あそこまでバイクで5分ぐらいです。遠く見えますけど近いんですよ。旅籠岩からね、こういうふうに旅籠岩から岩を眺めつつの、そして道の駅トギ、世界一長いベンチのあるところ、そこを目指したいと思います。よいしょ。いやー、海岸線いいなー、気持ちいいなー。そしてまたこうやって国道に戻るというね、そんな感じですね。ありがとうございます。地元の北陸鉄道のバス、優しいな。本当北陸の人いい人ばっかりですよ。先日あったね、ライダーの皆さんも北陸勢の方々もいい人ですし、こうやってね、地元の人も結構ね、譲り合いしたらおかしいですけど、結構ね、どうぞどうぞみたいな感じで言っていただけますし、ありがとうございます。気温15度か、なんとなくね、肌寒いと思えば肌寒かったですね。ここがその橋に見える防波堤ですよ。波が、ちょっと風吹いただけでもね、結構波が高く、この国道にね、バッサーってかかっちゃうんで、それで、船もね、止まってるっていうのもあるんですけど、長い防波堤があります。そして、ここ海水浴場なんですね。こちらの方で夏は海水浴を楽しまれるご家族の方とかね、結構いらっしゃいますね。わあ、海の色がめっちゃ綺麗やな。めっちゃ綺麗。この信号を過ぎたら、すぐそこに道の駅があります。先ほどの旅籠岩からね、5分ぐらいでしたね。10分どころか、もう5分かからないぐらいでしたね。雲行き怪しい。めちゃ怪しい。はい、到着です。あ、でも大丈夫か、晴れるか。トギ男爵のソフトクリーム300円。カニさん、カニ生きてるよ。すごいな。ここにもいるカニ。カニ。カニ。コガネガニってタグ書いてあるけど、ブランドガニですね、これ。こっちタグがないんで、これは普通のカニかな。ほら、すごいな。世界一長いベンチ。460.9メートル。
長いな、460m って。でここの階段を上り切りますとベンチがあります。海きれいだな今日。でこのままここでもね海水浴ができるんですよね。なので夏はかなりね人が観光客とか海水浴客とかでね結構にぎやかなところなんですよね。ベンチはこんな感じです。長いなやっぱり。こうやって見るとね、いい景色ですよ。これで青空だったらもう最高ですね。貝殻拾ってきました。結構綺麗な貝がいっぱい、ツバメだ、落ちてるんですよね。さて道の駅富の方を出まして、まあ天気がねこんな雲行きではあるんですけれども、雨の心配はねどうもなさそうなので、ここの岩門ですね6キロ近いんで、ちょっとね岩門の方まで来てこようかな。もうずいぶん昔に行ったっきりなので、まあ、どんな時からもう忘れちゃいましたよ。なのでせっかくここまで来たのでちょっとね岩門の方まで足を運びたいと思います。少し雨がぱらついてきましたけど、まあ大丈夫でしょう。まあ、この信号をね曲がりますと、左に曲がりますと、ここからも中島の方にね抜けられるんですね。そしてトンネルを抜けて目指すは岩門と。ただ